皆さんこんばんは。こんばんは。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めます榎本さゆりです。よろしくお願いします。まずは東京タワーからお知らせです。昨年夜景とマッピングの融合を日本で初めて展開し10万人を動員した東京タワーシティライトファンタジアが今年はさらにスケールアップしました。日本初、展望台で360度 3D プロジェクションマッピングが見られる東京タワーシティライトファンタジアを来週11月13日金曜日から開催します。今年は一面だけではなく日本初となる展望台360度のプロジェクションマッピングを実現。東京の中心で高さ150メートルという立体感のある夜景が楽しめる東京タワーの環境と大展望台の縦に4段並んだオリジナリティある窓の形状を生かし夜景の上空に 3D プロジェクション映像を映し出し下2段の窓ガラスからは実際の夜景を楽しめるという東京タワーオリジナルの空間マッピング、夜景マッピング空間が誕生します。東京タワーならではの夜景と映像が融合した夢の空間をぜひ体験してみてください。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それではこの後ご登場の古舘由佳子さんをご紹介します。古舘由佳子さんは日本人で唯一ハンガリーで認められたジプシーバイオリニストです。1年間のうちほとんどはハンガリーに滞在しておりますが来週11月13日金曜日には渋谷 JG プラットでコンサートも開催されます。それでは古舘由佳子さんブタペストジプシートリオのステージをお楽しみください。皆様大きな拍手でお迎えください。皆さんこんばんは。こんばんは。私たちジプシートリオということで何がジプシーという話もすると長くなっちゃうので、まずはね曲を弾きたいと思いますけれども今日の出演者、改めて紹介いたしたいと思います。右の方からジプシーチェロ小林カーロイ。こんばんは。はい。そして、ピアノはですね、バログデジュ。こんばんは。はい。そして、私はですね、古舘由佳子と申します。よろしくお願いします。それではですね、もうハンガリー あのジプシーの音楽そして、皆様の、ね、知ってる曲そして今日はですね実は飛び入りで踊りも入るんですけれども、まずは2曲聴いてください。草笛ホラというね2拍子の早い曲これはですねルーマニアの曲なんですけれどもそして、2曲目はですねブラームス作曲のハンガリア舞曲第5番ということでこれもジプシー風にお届けいたしたいと思います。
とうございます。ということでね、なんか今日実はですね、彼ら昨日飛行機で着いて、時差ボケがどうのこうのってすごいなんか今日は、朝からグダグダしてたんですけど、なんでこんなに早く行けるんでしょうかね。はい、ということでね、2曲聴いていただきました。草笛ホラー、そして、ブラームスのハンガリア舞曲第5番ということですけれども、せっかくですね、やはりはるばる、そうですね、ハンガリーと言いますと、直行便がないので、どこかの国で、まあ、乗り換えして、ね、来なければいけないんですけども、大体行くのに10時間、そして、その国からもハンガリーに行くのに、まあ、1時間ないし2時間ぐらいかかるので、もう本当、ね、成田からここまで来るのを考えると本当に1日かけて来てもらった彼らのですねソロを聴いていただきたいと思うんですけども、何やってんのはい、ということで、お茶目な、小林カールいくんですけども、それではですね、ソロを聴いていただきましょう。ジプシーチェロのソロ、何弾くのソロ、はい、じゃあですね、多分彼の、ハンガリー人、あとハンガリーのジプシーミュージシャンはすごくこの曲が大好きなんですけども、ゴッドファーザーのテーマを弾きたいということです。よろしくお願いします。
とうございます、ということでね、チェロのソロでしたけども、実はですね、そちらの方に、今日は CD も、持ってきました、5種類あるんですね、去年からですね、来日するたびに録音したんですけども、彼、ね、チェロの CD も売っております。星に願いよという題名でね、やっておりますけれども、それではですね、やはり録音したものの中から、やはり私も、イタリアの曲を演奏したいと思いますけれども、これはですね、最近ですね、やはりある年齢層にはですね、カンツォーネですとか、それからカラオケではなくてですね、やはりその、カラオケじゃない生の演奏でですね、カンツォーネだったり、それからシャンソンだったり、歌うのがとても流行しているんですけれども、もうそういう、中からとても素敵な一曲を選びました。アルディラ、どうぞ聴いてください。
はい、ということでですね、アルディラロマンチックな曲をお届けいたしました。それではですね、やはり、もう一人のね、日本にわざわざ来てくれたという彼はですね、もう15歳の頃に、もう、ブダペストの、ジャズピアノコンクールでもう1位になってですね、それからもう16歳の頃からもうすでにもう演奏活動を始めてですね、リゾート地、世界のリゾート地を、点々と、4つ星、もう5つ星ホテル、それ以上 のラグジュアリーホテルで、もうピアニストとして、活躍している子なんですね。去年もですね、ブダペストで行われましたバーピアニストコンクールという、コンペティションがあって、それにも優勝いたしまして、賞金がですね、ローランドの主催だったんですけれども、その賞品といいますか、賞金といいますか、それがですね、マネージャー紹介という感じで、ね、またさらに、いろんなところでもうピアノを弾きまくってるというね、この海の上の、ピアニストっていうね、映画がありましたけれども、まさにそのハンガリーの、ピアニストは、と豪華客船ですごく弾いていたりですとかね、それから彼みたいに本当リゾート地の、ラグジュアリーホテルでピアノ弾いてるとか、そういうね、出稼ぎ族な、もう筋金入りのピアニストでございますけれども、彼のソロも聴いてほしいなと思いますので、それでは、ね、2曲ぐらい弾いてもらおうかなと思うんですけど、はい、どうぞ。はい、これこういう場合の日本語でも通じるんだよね。Thank you.
なんかすごかったですけど、ダジョージェシュウォルター、ああまだ見たず、あロマンティクスサーモイシャカロよメゲジェットよ、すいません、あのはい、難しすぎて分からないっていう人がいたかもしれないので、私はそうだったんですけど、ちょっとロマンティックなやつも弾いてとリクエストしまして、いいよだってはい、よろしく。バログデジュールということでですね、彼の CD はですね、こっちバッハ、バディネリー、この、ね、クラシックの曲を、彼風にジャズ風にアレンジしたというもので、それからね、今のロマンチックな曲はこれ新譜なんですけど、バログデジュール、エバーグリーンズといって、すごくね、知ってる曲たくさん、シルブールの雨傘ですとか、それから枯葉、そして、テイクファイブ、そして、川の流れのようにまで入ってますから、ぜひお買い求めくださいということでね、やっております。あ、それから私たちのハンガリア舞曲第5番、これは絶対持ち帰ってください。お金払って持ち帰ってください。本当はタダであげたいくらいなんですけど、よろしくお願いしますそしてこれ新作ということで、これもですね、これはバラ色の人生というね題名が入ってますけども、この中に先ほどのアルディラが入っております。ハンガリーの、王宮の丘で写真を撮ってまいりましたということでね、そんな感じでやっておりますけれども、それではですね、今日は、演奏のみならず、踊りの人が来るというね、
ジプシーの踊りを世界に発信しようという感じで、ちょっとこれで大丈夫かな。はい、それではですね、マキシジプシーダンス、はい、ぜひよろしくお願いします。私のね、大好きな、ジプシーの曲の中からバンゴ・マルギットというね、歌手がいるんですけども、彼女 の メドレーを踊っていただきます。マキシさんよろしく。
マキシジプシーさんでした。はい、はい、ね、彼女ね、私も踊ってみたいなという人は、教えてますから、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、ね、今日もね、あ、この先読売文化センターどんどん宣伝してください、よろしくお願いします。はい、あのね、ベリーダンスはあのすごく日本でね今流行ってるんですけど、あの今チビチビと流行りだしてるのが実はジプシーダンスということでね、ね、流行ってますということで、ね、ぜひ一緒におしょってください。それではですね、落ちた。はい、それでは、私たちの演奏も、佳境になってまいりましたが、モンティのチャールダッシュを弾きたいと思います。これはですね、モンティさんはあのジプシーの人ではないんですけども、その昔ですね、ヨーロッパにすごくその、ヨーロッパ中でハンガリーの音楽が流行った時があるんですね。あのオペレッタというものがありまして、オペレッタがものすごく流行ったんですね。オペレッタというのは、今のミュージカルの、あの、始まりになるもので、オペラっていうオペレッタがあるんですけど、オペラというのはもうセリフも全部その歌うね、歌があるんですけども、オペレッタというのはその、芝居があって、そして歌、芝居があって歌というね、とてもあの、まあ、聞きやすい、ものなんですけども、それが そういうものが流行りまして、その、オペレッタのその2大作曲家がですね、どちらもあのハンガリー出身なんですね。カールマンという人と、それからレハールという人がいるんですけども、そういう中からですね、そのイタリア人のビットリオ・モンティ様ですね、その中 のチャールダーシュという、ハンガリー あの踊りのリズムを使ってバイオリンの曲を書きましたということで、どうぞ聴いてください。モンティ作曲のチャールダーシュ。Thank you.
小林カロイ、すごいよね。はい、そしてバログデジュ、はい、そして古田優香子。はい、次の曲が最後なんですけど、その前にですね、皆さんにこのチラシを配りたいんですけど、一人ずつ配ると大変なので、みんなで回してください。回してください、よろしくお願いします。はい、11月13日に JG ブラッドのチラシ、それからですね、15日には銀座の音楽ビアプラザライオンというね、銀座の通りの真ん中に一番有名なあのビアホール、ライオンビアホールがあるんですけど、そこのビルの同じ系列なんですけれども、裏から入って5階というところがありまして、そこにはですね、今日の牧師さんも、出てもらいます。ジェイジブラッドの方は、どちらかというとジャズ色が強いかなと思うんですけれども、ジャズ歌手の、お二人ディーバが来て演奏いたしますので、ぜひぜひ、あら、帰ってるよ、大丈夫、もういらないの。もういらないの。後ろの人も回して。サンキュー、お願いします。はい、ということで、最後の曲になりましたけども、ひばりというね、これも不思議なジプシーの曲があるんですけども、ひばりの鳴き声がします。多分ひばりの鳴き声以外のものもすると思うんですけども、ぜひぜひ、ね、聞いてください。ひばりやりますよ、やりますよ、はい。OK、
カロイ、そして古舘由加子、ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひこれ忘れないで、これも忘れないでお願いします。ということでいいかな。はい、ありがとうございました。はい、もう素敵な演奏ありがとうございます。大丈夫ですか CD、 大丈夫ですか大丈夫ですか、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました。はい、もうなかなかね、こんな、まあ、普段はハンガリーにいらっしゃるということで東京でやる、はい、そしてこの東京タワーでやるということはなかなかない経験だと思いますが、いかがでしたか。はい、もうすごいあの気分良かったですね。すごい高いところで、はい、一番あの高いところで今弾いてるかもしれない。150メートルですもん。はい、150メートル。ね、はい、ありがとうございます。もう東京タワーがさらに美しい空間になったと、はい、鳥が鳴いた感じで、ね、なりましたね。はい、ということでライブ告知途中にも少しありましたが、はい、改めてお願いいたします。13日に、はい、そうです ね、13日に、渋谷のジェイジブラッドというところで、はい、ジャズクラブなんですけども、そこで、ね、あのジャズ、ボーカルのディーバ2人と、はい、やります。豪華な、はい、そして、はい、15日には、ね、これは日曜日なんですけれども、銀座の方で、ジプシーカーニバルと称しましてコンサートがあります。はい、そちらも皆さんぜひ足を運んでみてください。そしてさらに皆様から言って右手側に CD の物販もありますよね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そちらも行ってみてください。はい、それでは古舘由加子さんでした。皆様大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。いたします。はい、ありがとうございました。さてそろそろ東京タワー TV サタデーエンディングになりました。明日も東京タワー TV サンデーの放送があります。3時からと5時からは神田明さんの公開ラジオ収録をお送りします。ゲストにギタリストの岡崎誠さんとキム・ウリョンさんをお迎えします。7時からはバイオリンとピアノのユニットソージズのライブをお送りします。ぜひ明日もここ東京タワー大展望台クラブ333に遊びに来てくださいね。この後も東京タワーからの素敵な夜景をお楽しみください。本日のお相手は榎本さゆりでした。